その次の朝、8時が湯河の出立の約束だった。私は共同湯の横で買った取り打ち帽をかぶり、高等学校の聖帽をカバンの奥に押し込んでしまって、街道沿いのキチン宿へ行った。2階の図書室がすっかり開け放たれているので、何の気なしに上がっていくと、芸人たちはまだ床の中にいるのだった。私は面食らって、廊下に突っ立っていた。私の足元の寝床で踊り子が真っ赤になりながら両の手のひらで旗と顔を押さえてしまった。彼女は中の娘と一つの床に寝ていた。昨夜の濃い化粧が残っていた。唇とまなじりの紅が少し滲んでいた。この情緒的な寝姿が私の胸を染めた。彼女は眩しそうにくるりと寝返りして、手のひらで顔を隠したまま、布団を滑り出ると廊下に座り、夕べはありがとうございました、ときれいなお辞儀をして、立ったままの私を孫つかせた。男は上の娘と同じとこに寝ていた。それを見るまで私は二人が夫婦であることを、ちっとも知らなかったのだった。大変すみませんのですよ。今日立つつもりでしたけれど、今晩お座敷がありそうでございますから、私たちは一日延ばしてみることにいたしました。どうしても今日お立ちになるならまた下田でお目にかかりますわ。私たちは甲州屋という宿に決めておりますから、すぐお分かりになります。と四重女が寝床から半ば起き上がっていった。私は突っ放されたように感じた。明日にしていただけませんか。お袋が一日延ばすって承知しないもんですからね。道連れのある方がよろしいですよ。明日一緒に参りましょう。と男が言うと四重女も付け加えた。そうなさいましよ。せっかくお連れになっていただいて、こんなわがままを申しちゃすみませんけれど、明日は槍が降っても立ちますから、あさってが旅で死んだ赤ん坊の四十九日でございましてね。四十九日には心ばかりのことを下田でしてやりたいと、前々から思って、その日までに、下田へ行けるように旅を急いだのでございますよ。そんなこと申しちゃ失礼ですけれど、不思議なご縁ですもの。あさってはちょっと拝んでやってくださいましな。そこで私は出立を延ばすことにして会館へ降りた。皆が起きてくるのを待ちながら、汚い帳場で宿の者と話していると、男が散歩に誘った。街道を少し南へ行くときれいな橋があった。橋の欄干に寄りかかって彼はまた身の上話を始めた。東京である新派役者の群れにしばらく加わっていたとのことだった。今でも時々大島の港で芝居をするのだそうだ。彼らの荷物の風呂敷から刀の鞘が足のようにはみ出していたのだったが、お座敷でも芝居の真似をしてみせるのだと言った。柳氷の中はその衣装や鍋、茶碗などの所帯道具なのである。私は身を誤った果てに落ちぶれてしまいましたが、兄が甲府で立派に家の跡目を立てていてくれます。だから私はまあ、いらない体なんです。私はあなたが長岡温泉の人だとばかり思っていましたよ。そうでしたか。あの上の娘が女房ですよ。あなたより一つ下十九でしてね。旅の空で二度目の子供を早産しちまって。子供は一週間ほどして息が絶えるし、女房はまだ体がしっかりしないんです。
あのおばあさんは女房の実のおふくろなんです。踊り子は私の実の妹ですが。へえ、獣士になる妹があるっていうのは。あいつですよ。妹にだけはこんなことをさせたくないと思い詰めていますが、そこにはまたいろんな事情がありましてね。それから自分が恵比吉、女房が千代子、妹が薫ということなぞを教えてくれた。もう一人の百合子という十七の娘だけが大島生まれで雇いだとのことだった。栄吉はひどく感傷的になって泣き出しそうな顔をしながら為替を見つめていた。引き返してくるとおしろいを洗い落とした踊り子が道端にうずくまって犬の頭を撫でていた。私は自分の宿に帰ろうとして行った。遊びにいらっしゃい。ええ、でも一人では。だから兄さんと。すぐに行きます。間もなく栄吉が私の宿へ来た。みんなは？女どもはお袋がやかましいので。しかし二人がしばらく五目並べをやっていると、女たちが橋を渡ってどんどん二階へ上がってきた。いつものように丁寧なお辞儀をして廊下に座ったままためらっていたが、一番に千代子が立ち上がった。これは私の部屋よ。さあどうぞご遠慮なしにお通りください。一時間ほど遊んで芸人たちはこの宿の内湯へ入った。一緒に入ろうとしきりに誘われたが、若い女が三人もいるので、私は後から行くとごまかしてしまった。すると、踊り子が一人すぐに上がってきた。肩を流してあげますから、いらっしゃいませって、姉さんが、と千代子の言葉を伝えた。湯には行かずに、私は踊り子と五目を並べた。彼女は不思議に強かった。勝ち継ぎをやると、栄吉や他の女は、造作なく負けるのだった。五目では大抵の人に勝つ私が、力いっぱいだった。わざと甘い石を打ってやらなくてもいいのが、気持ちよかった。二人きりだから、初めのうち彼女は遠くの方から、手を伸ばして石を下ろしていたが、だんだん我を忘れて一心に碁盤の上に覆いかぶさってきた。不自然なほど美しい黒髪が私の胸に触れそうになった。突然パッと赤くなって、ごめんなさい、叱られる、と石を投げ出したまま飛び出していった。共同湯の前にお袋が立っていたのである。千代子と百合子も慌てて湯から上がると、二階へは上がってこずに逃げて帰った。この日も栄吉は朝から夕方まで私の宿に遊んでいた。純朴で親切らしい宿のおかみさんがあんなものにご飯を出すのはもったいないと言って私に忠告した。夜私がキチン宿に出向いていくと踊り子はお袋に三味線を習っているところだった。私を見るとやめてしまったが、お袋の言葉でまた三味線を抱き上げた。歌う声が少し高くなるたびにお袋が言った。声を出しちゃいけないっていうのに。栄吉は向かい側の料理屋の二階座敷に呼ばれて何かうなっているのが、こちらから見えた。あれは何です？あれ、歌いですよ。歌いは変だな。八百屋だから何をやり出すか分かりゃしません。そこへ、このキチン宿の間を借りている、取り屋をしているという四十前後の男が、襖を開けてご馳走をすると娘たちを呼んだ。踊り子は百合子と一緒に箸を持って隣の前行き、取り屋が食べ荒らした後の鶏鍋をつついていた。
こちらの部屋へ一緒に立ってくる途中で、鳥屋が踊り子の肩を軽く叩いた。おふくろが恐ろしい顔をした。こら、この子に触っておくれでないよ。生娘なんだからね。踊り子はおじさんおじさんと言いながら、鳥屋に水戸黄門万有記を読んでくれと頼んだ。しかし、鳥屋はすぐに立っていった。続きを読んでくれと私に直接言えないので、お袋から頼んでほしいようなことを踊り子がしきりに言っていた。私は一つの期待を持って講談本を取り上げた。果たして踊り子がスルスルと近寄ってきた。私が読み出すと彼女は私の肩に触るほどに顔を寄せて真剣な表情をしながら目をキラキラ輝かせて一心に私の額を見つめ瞬き一つしなかった。これは彼女が本を読んでもらう時の癖らしかった。さっきも鳥屋とほとんど顔を重ねていた。私はそれを見ていたのだった。この美しく光る黒目がちの大きな目は踊り子の一番美しい持ち物だった。二重まぶたの線が言いようもなく綺麗だった。それから彼女は花のように笑うのだった。花のように笑うという言葉が彼女には本当だった。間もなく料理屋の女中が踊り子を迎えに来た。踊り子は衣装をつけて私に言った。すぐ戻ってきますから待っていて続きを読んでくださいね。それから廊下に出て手をついた。行ってまいります。決して歌うんじゃないよ。とお袋が言うと、彼女は太鼓を下げて軽くうなずいた。お袋は私を振り向いて、今ちょうど声変わりなんですから。踊り子は料理屋の2階にきちんと座って太鼓を打っていた。その後ろ姿が隣座敷のことのように見えた。太鼓の音は私の心を晴れやかに踊らせた。太鼓が入るとお座敷が浮き立ちますね。とお袋も向こうを見た。千代子もゆり子も同じ座敷へ行った。1時間ほどすると4人一緒に帰ってきた。これだけ。と踊り子は握り拳からお袋の手のひらへ50銭銀貨をザラザラ落とした。私はまたしばらく水戸黄門万有記を購読した。彼らはまた旅で死んだ子供の話をした。水のように透き通った赤ん坊が生まれたのだそうである。泣く力もなかったが、それでも1週間息があったそうである。好奇心もなく、軽蔑も含まない。彼らが旅芸人という種類の人間であることを忘れてしまったような私の尋常な行為は彼らの胸にも染み込んでいくらしかった。私はいつの間にか大島の彼らの家へ行くことに決まってしまっていた。じいさんの家ならいいね。あそこなら広いし、じいさんを追い出しとけば静かだから。いつまでいなさってもいいし、勉強もできなさるし、なぞと彼ら同士で話し合っては私に言った。小さい家を2つ持っておりましてね、山の方の家は空いているようなものですもの。また正月に私が手伝ってやって、ハブの港で皆が芝居することになっていた。彼らの旅心は最初私が考えていたほど世知辛いものでなく、野の匂いを失わないのんきなものであることも私に分かってきた。親子兄弟であるだけにそれぞれ肉親らしい愛情でつながり合っていることも感じられた。
雇い女のゆり子だけは、はにかみ盛りだからでもあるが、いつも私の前でむっつりしていた。夜半を過ぎてから私は吉人宿を出た。娘たちが送って出た。踊り子が下駄を直してくれた。踊り子は角口から首を出して明るい空を眺めた。ああ、お月様。明日は霜だ。嬉しいな。赤ん坊の四十九日をしておっかさんに串を買ってもらって、それからいろんなことがありますのよ。活動へ連れて行ってくださいましね。下田の港は、伊豆相模の温泉花図を流して歩く旅芸人が旅の空での故郷として懐かしがるような空気の漂った町なのである。五、芸人たちはそれぞれに天城を越えた時と同じ荷物を持った。お袋の腕の輪に子犬が前足を乗せて旅慣れた顔をしていた。湯河野を出外れるとまた山に入った。海の上の朝日が山の腹を温めていた。私たちは朝日の方を眺めた。河津川の行き手に河津の浜が明るく開けていた。あれが大島なんですね。あんなに大きく見えるんですもの。いらっしゃいましね。と踊り子が言った。秋空が晴れすぎたためか、日に近い海は春のように霞んでいた。ここから下田までゴリ歩くのだった。しばらくの間、海が見え隠れしていた。千代子はのんびりと歌を歌い出した。途中で少し険しいが、20丁ばかり、近い山越えの感動を行くか、楽な本街道を行くかと言われたときに、私はもちろん近道を選んだ。落ち葉で滑りそうな紫上がりのこの下道だった。息が苦しいものだから、かえってやけ半分に私は膝頭を手のひらで突き伸ばすようにして足を早めた。みるみるうちに一行は遅れてしまって、話し声だけが木の中から聞こえるようになった。踊り子が一人裾を高く掲げて、とっとと私についてくるのだった。一軒ほど後ろを歩いて、その間隔を縮めようとも伸ばそうともしなかった。私が振り返って話しかけると、驚いたように微笑みながら立ち止まって返事をする。踊り子が話しかけた時に追いつかせるつもりで待っていると、彼女はやはり足を止めてしまって、私が歩き出すまで歩かない。道が折れ曲がって一層険しくなるあたりから、ますます足を急がせると、踊り子は相変わらず一軒後ろ一心に登ってくる。山は静かだった。他の者たちはずっと遅れて、話し声も聞こえなくなっていた。東京のどこに家があります?いや、学校の寄宿舎にいるんです。私も東京は知ってます。お花見時分に踊りに行って、小さい時で何にも、覚えていません。それからまた踊り子は、お父さんありますか?とか、甲府へ行ったことありますか?とか、ぽつりぽつり、いろんなことを聞いた。下田へ着けば、活動を見ることや、死んだ赤ん坊のことなどを話した。お頂上へ出た。踊り子は枯れ草の中の腰掛けに、太鼓を下ろすとハンカチで汗を拭いた。そして自分の足の埃を払おうとしたが、ふと私の足元にしゃがんで、袴の裾を払ってくれた。私が急に身を引いたものだから、踊り子はコツンと膝を落とした。かがんだまま私の身の回りをはたいて回ってから、
掲げていた裾を下ろして、大きい息をして立っている私に、おかけなさいまし、と言った。腰掛けのすぐ横へ小鳥の群れが渡ってきた。鳥が止まる枝の枯れ葉がカサカサ鳴るほど静かだった。どうしてあんなに早くお歩きになりますの？踊り子は熱そうだった。私が指でベンベンと太鼓を叩くと小鳥が飛び立った。ああ、水が飲みたい。見てきましょうね。しかし、踊り子は間もなく黄ばんだ雑木の間から虚しく帰ってきた。大島にいるときは何をしているんです？すると踊り子は唐突に女の名前を二つ三つ挙げて私に見当のつかない話を始めた。大島ではなくて甲府の話らしかった。尋常二年まで通った小学校の友達のことらしかった。それを思い出すままに話すのだった。10分ほど待つと若い三人が頂上にたどり着いた。おふくろはそれからまた10分遅れて着いた。下りは私と栄吉とがわざと遅れてゆっくり話しながら出発した。二丁ばかり歩くと下から踊り子が走ってきた。この下に泉があるんです。お急ぎでいらしてくださいって。飲まずに待っていますから。水と聞いて私は走った。木陰の岩の間から清水が湧いていた。泉のぐるりに女たちが立っていた。さあお先にお飲みなさいまし。手を入れると濁るし、女の後は汚いだろうと思って。とおふくろが言った。私は冷たい水を手にすくって飲んだ。女たちは容易にそこを離れなかった。手ぬぐいを絞って汗を落としたりした。その山を降りて下戸街道に出ると炭焼きの煙がいくつも見えた。路傍の材木に腰を下ろして休んだ。踊り子は道にしゃがみながら桃犬の櫛で犬の木毛をすいてやっていた。歯が折れるじゃないか、とおふくろがたしなめた。いいの、下田で新しいの買うもの。湯賀野にいる時から私は、この前髪に刺した櫛をもらっていくつもりだったので、犬の毛をすくのはいけないと思った。道の向こう側に、たくさんある篠岳の束を見て、杖にちょうどいいなぞと話しながら、私と栄吉とは一足先に立った。踊り子が走って追っかけてきた。自分の背より長い太い竹を持っていた。どうするんだ？と栄吉が聞くと、ちょっと孫つきながら私に竹を突きつけた。杖にあげます。一番太いのを抜いてきた。ダメだよ、太いのは。盗んだとすぐ分かって見られると悪いじゃないか。返してこい。踊り子は竹束のところまで引き返すと、また走ってきた。今度は中指くらいの太さの竹を私にくれた。そして、他のあぜに背中を打ちつけるように倒れかかって、苦しそうな息をしながら、女たちを待っていた。私と栄吉とは絶えず、五六軒先を歩いていた。それは抜いて金歯を入れさえすれば何でもないわ。と踊り子の声がふと私の耳に入ったので振り返ってみると踊り子は千代子と並んで歩きおふくろとゆり子とがそれに少し遅れていた。私の振り返ったのを気づかないらしく千代子が言った。それはそう。そう知らせてあげたらどう？私の噂らしい。千代子が私の歯並びの悪いことを言ったので、踊り子が金歯を持ち出したのだろう。顔の話らしいが、それが苦にもならないし、聞き耳を立てる気にもならないほどに、私は親しい気持ちになっているのだった。
しばらく低い声が続いてから、踊り子の言うのが聞こえた。いい人ね。それはそう。いい人らしい。本当にいい人ね。いい人はいいね。この物言いは単純で、開けっぱなしな響きを持っていた。感情の傾きをポイと、幼く投げ出してみせた声だった。私自身も自分をいい人だと素直に感じることができた。晴れ晴れと目を上げて明るい山々を眺めた。まぶたの裏がかすかに痛んだ。20歳の私は自分の性質が孤児根性で歪んでいると厳しい反省を重ね、その息苦しい憂鬱に耐えきれないで、伊豆の旅に出てきているのだった。だから世間尋常の意味で自分がいい人に見えることは言いようなくありがたいのだった。山々の明るいのは下田の海が近づいたからだった。私はさっきの竹の杖を振り回しながら秋草の頭を切った。途中、ところどころの村の入り口に縦札があった。物乞い、旅芸人、村に入るべからず。6、甲州屋という吉陰宿は下田の北口を入るとすぐだった。私は芸人たちの後から屋根裏のような2階へ通った。天井がなく、街道に向かった窓際に座ると、屋根裏が頭に使えるのだった。肩は痛くないかい？とお袋は踊り子に幾度もダメを押した。手は痛くないかい？踊り子は太鼓を打つ時の美しい手真似をしてみた。痛くない。打てるね。打てるね。まあよかったね。私は太鼓を下げてみた。おや？重いんだな。それはあなたの持っているより重いわ。あなたのカバンより重いわ、と踊り子が笑った。芸人たちは同じ宿の人々とにぎやかに挨拶を交わしていた。やはり芸人やヤシのような連中ばかりだった。下田の港はこんな渡り鳥の巣であるらしかった。踊り子はちょこちょこ部屋へ入ってきた。宿の子供にどうかをやっていた。私が甲州屋を出ようとすると、踊り子が玄関に先回りしていて、下駄を揃えてくれながら、活動に連れて行ってくださいね、とまた、独り言のようにつぶやいた。無頼漢のような男に途中まで道を案内してもらって、私と栄吉とは、前町長が主人だという宿屋へ行った。湯に入って栄吉と一緒に、新しい魚の昼飯を食った。これで明日の法事に花ダムを買って備えてください。そう言ってわずかばかりの包み金を栄吉に持たせて返した。私は明日の朝の船で東京に帰らなければならないのだった。旅費がもうなくなっているのだ。学校の都合があると言ったので、芸人たちも強いて止めることはできなかった。昼飯から3時間と経たないうちに夕飯を済ませて、私は一人、下田の北へ橋を渡った。下田富士によじ登って港を眺めた。帰りに甲州屋へ寄ってみると、芸人たちは鶏鍋で飯を食っているところだった。一口でも召し上がってくださいませんか。女が箸を入れて、汚いけれども、笑い話の種になりますよ。とお袋は氷から茶碗と箸を出して、ゆり子に洗ってこさせた。明日が赤ん坊の四十九日だから、せめてもう一日だけ出立を伸ばしてくれと、またしても皆で言ったが、私は学校を盾にとって承知しなかった。お袋は繰り返して言った。それじゃあ、昼休みには皆で船まで迎えに行きますよ。日を知らせてくださいましね。
お待ちしておりますよ。宿屋なんぞいらしちゃ嫌ですよ。船まで迎えに行きますよ。部屋に千代子とゆり子したいなくなったとき、活動に誘うと、千代子は腹を押さえてみせて、体が悪いんですもの、あんなに歩くと弱ってしまって、と青い顔でぐったりしていた。ゆり子は固くなってうつむいてしまった。踊り子は開花で、宿の子供と遊んでいた。私を見るとお袋にすがりついて、活動に行かせてくれとせがんでいたが、顔を失ったようにぼんやり私のところに戻って下駄を直してくれた。なんだって一人で連れて行ってもらったらいいじゃないか、と栄吉が話し込んだけれども、お袋が承知しないらしかった。なぜ一人では行けないのか、私は実に不思議だった。玄関を出ようとすると、踊り子は犬の頭を撫でていた。私が言葉をかけかねたほどによそよそしい風だった。顔を上げて私を見る気力もなさそうだった。私は一人で活動に行った。女弁士が豆ランプで説明を読んでいた。すぐに出て宿へ帰った。窓敷きに肘をついて、いつまでも夜の街を眺めていた。暗い街だった。遠くから絶えずかすかに太鼓の音が聞こえてくるような気がした。わけもなく涙がポタポタ落ちた。七、出立の朝、七時に飯を食っていると、栄吉が道から私を呼んだ。黒紋付きの羽織を着込んでいる。私を送るための礼装らしい。女たちの姿が見えない。私は素早く寂しさを感じた。栄吉が部屋へ上がってきて言った。みんなもお送りしたいのですが、夕べ遅く寝て起きられないので失礼させていただきました。冬はお待ちしているからぜひと申しておりました。町は秋の朝風が冷たかった。栄吉は途中で四季島四箱と柿とカオールという甲虫清涼剤等を買ってくれた。妹の名がカオルですから、とかすかに笑いながら言った。船の中でみかんはよくありませんが、柿は船酔いにいいくらいですから食べられます。これをあげましょうか。私は鳥打ち棒を脱いで、栄吉の頭にかぶせてやった。そしてカバンの中から学校の制帽を出して、シワを伸ばしながら二人で笑った。乗船場に近づくと、海際にうずくまっている踊り子の姿が私の胸に飛び込んだ。そばに行くまで彼女はじっとしていた。黙って頭を下げた。昨夜のままの化粧が私を一層感情的にした。目尻の紅が怒っているかのような顔に幼い凛々しさを与えていた。栄吉が言った。他の者は来るのか？踊り子は頭を振った。みんなまだ寝ているのか？踊り子はうなずいた。栄吉が船の切符と橋家券とを買いに行った間に、私はいろいろ話しかけてみたが、踊り子は堀割が海に入るところをじっと見下ろしたまま、一言も言わなかった。私の言葉が終わらない先に、何度となく、こくりこくりと、うなずいてみせるだけだった。そこへ、おばあさん、この人がいいや、と土方風の男が私に近づいてきた。学生さん、東京へ行きなさるんだね。あんたを見込んで頼むだがね、このばあさんを東京へ連れてってくんねえか。かわいそうなばあさんだ。せがれが
霊大寺の銀山に働いていたんだがね、今度の流行性感冒ってやつで、せがれも米も死んじまったんだ。こんな孫が三人も残っちまったんだ。どうにもしょうがねえから、わしらが相談して国へ返してやるところなんだ。国は水戸だがね、ばあさん何もわからねえんだから、霊岩島へ着いたら、上野の駅へ行く電車に乗せてやってくんな。面倒だろうがな。わしらが手を合わせて頼みて。まあ、このありさまを見てやってくれりゃ。かわいそうだと思いなさるだろう。ポカンと立っているばあさんの背には、血のみごがくくりつけてあった。下が三つ。上が五つくらいの二人の女の子が左右の手につかまっていた。汚い風呂敷包みから大きい握り飯と梅干しが見えていた。五、六人の甲府がばあさんをいたわっていた。私はばあさんの世話を心よく引き受けた。頼みましたぞ。ありがてえ。わしらが水戸まで怒らにゃならねえんだが、そうもできねえでな。謎と甲府たちはそれぞれ私に挨拶した。はしけはひどく揺れた。踊り子はやはり唇をきっと閉じたまま一方を見つめていた。私が縄ばしごにつかまろうとして振り返ったとき、さよならを言おうとしたが、それもよして、もう一遍ただ、うなずいてみせた。はしけが帰ってきた。栄吉はさっき、私がやったばかりの、取り打ち棒をしきりに振っていた。ずっと遠ざかってから、踊り子が白いものを振り始めた。汽船が下田の海を出て、伊豆半島の南端が後ろに消えていくまで、私は欄干にもたれて、沖の大島を一心に眺めていた。踊り子に別れたのは遠い昔であるような気持ちだった。ばあさんはどうしたかと船室を覗いてみると、もう人々が車座に取り囲んで、いろいろと慰めているらしかった。私は安心して、その隣の船室に入った。相模灘は波が高かった。座っていると時々左右に倒れた。船員が小さい金だらいを配って回った。私はカバンを枕にして横たわった。頭が空っぽで時間というものを感じなかった。涙がポロポロカバンに流れた。頬が冷たいのでカバンを裏返しにしたほどだった。私の横に少年が寝ていた。河津の工場主の息子で入学準備に東京へ行くのだったから、一行の制帽をかぶっている私に好意を感じたらしかった。少し話しかけてから彼は言った。何かご不幸でもおありになったのですか？いいえ、今人に別れてきたんです。私は非常に素直に言った。泣いているのを見られても平気だった。私は何も考えていなかった。ただ、すがすがしい満足の中に、静かに眠っているようだった。海はいつの間に暮れたのかも知らずにいたが、網代や熱海には火があった。肌が寒く腹が空いた。少年が竹の皮包みを開いてくれた。私はそれが人のものであることを忘れたかのように、海苔巻きの寿司などを食った。そして少年の学生マントの中に潜り込んだ。私はどんなに親切にされても、それを大変自然に受け入れられるような、美しい空虚な気持ちだった。明日の朝早く、ばあさんを
上野駅へ連れて行って、水戸まで切符を買ってやるのも、至極当たり前のことだと思っていた。何もかもが一つに溶け合って感じられた。船室のランプが消えてしまった。船に積んだ鮮魚と塩の匂いが強くなった。真っ暗な中で少年の体温に温まりながら、私は涙を出まかせにしていた。頭が澄んだ水になってしまっていて、それがポロポロこぼれ、その後には何も残らないような甘い心よさだった。